こんにちは、こんばんは、ホビドアです。ヒーラーズクエスト、プレ再開していきたいと思います。なんかくるくる回ってるけど、やべ、エンカウントするんだった、忘れた。さてさて、前回ここまで来て、ちょっとレベル上げとかしてたんだけど、ちょっと宿屋に行ってみよう。さて、また何かネタな会話が始まるはずだ。おう、宿屋じゃないか。少し休もうじゃないか。ここは初心者の天国みたいな場所なんだよ。こんなところには行かない。ああ、ここ初心者の天国っていう名前の場所なんだ。ようこそ私の宿へ。一人につき5ゴールドいただきますよ。高いよ。せめて HP が 100% 回復するのかい？もちろんですよ。それに誰がベッドで寝て他の誰が外で寝るかも決めることもできますよ。でも外はとても寒いですからね。あんまり外には行かない方がいいですよ。なあジミー、お前金持ってないんだよな。そうだろ。主人公外に出されね。ああ心配しないで、僕外で寝るのが好きなんだ。月を見ながら寝るのが好きなんだよ。こういういいやつ大嫌いだ。ここら辺はやっぱり主人公の会話、序盤でカルマをグッといい人にしたからこういう会話になってるけど、ビクティムとかエビルを選択していた場合はまた別の会話になっていたんだろうね。そこら辺はちょっと気になるよね。ところでベッド4つしかないんだけど、どちらにしろ誰か1人は外で寝てもらうことになるよ。話、ディナーに何があるのかとかって聞いてましたね。とりあえずここは休まないで、本当にゴールド多分消費するから、あれ休まないでこちらのランダムネームレスケーブに行ってみよう。適当な名前のホラーな。さあ着いたぞ、クラシカルダンジョン。ここはクラシカルダンジョンじゃないぞアホめ。ここはただのランダムな名前のない洞窟だ。マップのあのバカでかいパネルを読まなかったのかお前は。なんというメタな。とっとここから出よう。そしてとっととクラシカルダンジョンに行くんだ。助けて。今の聞こえたか？中から聞こえたぞ。誰かが危機に陥ってるようだ。中に入って助けなくては。嫌だね。ここに入るための十分なレベルに達していないはずだ、私たちは。そして、誰かを助けるなんて私たちには関係ないじゃないか。レベルに達してないとか言うなよ。だが、先ほどの声は、美人の女性の声だったかもしれないぞ。そうだな。よし、中を見てみよう。ほんと、しょうがないやつだな。よし、中に入ってみよう。あれを見ろ、ゴブリンだ。おいお前には関係ないことだ。とっとここから出てけ。誰かが助けを呼ぶ声が聞こえた。ここで何が一体起きているのか事態を把握するまでここから出ていかないぞとのことだ。さてこれ本当にこいつら現在のレベル倒せるやつなのか、先ほどの会話がネタだったのか、そこら辺気になるんだけど、こいつは強えよって言ったからな。ファイト、いつ聞いても本当にいい声だな。ストーンスキン、メディテイト前回ちょっと強化されたんだけど、ジェネレート、誰かキャラクターがスタンになっているね。あ、タンキーがなっているね。スタンになっているキャラクターは4秒間身動きが取れなくなる。レメディがスピードというスキルで直すことができるぞとのことだ。まあ残念ながら現在できないわけだが、ストーンスキン、そしてメディテイト。そろそろ MP がやべえことになってきている。ただまあ倒せているのでいいだろう。よし、なんとか倒せた。本当に強いやつらだったらどうしようかと思ったよ。お、レメディーをやっと手に入れたね。
アブノーマルステータス、ステータス異常を回復させる効果があるとのことだ。まあ今のところあまり気にする必要はないかな。でもマナプラス10というか主人公レベル上がりやすいよね、他のキャラクターに比べて。まあ当然といえば当然な気もするけど、ヘルスがアップするんだね。攻撃力とかもアップしているんだとは思うけど。おお、女性だ本当に。グラックグラック、お前は今から私の囚人だ。ま、そう、待て、やっと誰かが私の声を聞いてくれた。これお約束のお約束のお色気タイムだよなこれ。みたいなことが書かれていますが、まあ、女性が捕まってるとかってね。すべてお前のせいだグランピー。お前が先ほど女性がここに捕まってるとか言ったからこんなことになったんだ。私を邪魔するつもりか、このウジ虫どもめ。はい、これボス戦だね。大丈夫かな。ファイト。はい、メディテイト。あ、結構でもいけそうだね。ていうか、音楽が合ってねえよ。音楽が恐ろしく合ってねえな、今の状況と。メディテイト。MP がやばいぞ。大丈夫か俺。ストーンスキン。MP がやべえ。MP がやべえ。おお、倒した。よかった。超ダッシュでこいつ走りやがった。助けてくれてありがとう。で、あなたたちの誰が私と結婚するプリンスなの？王子様なの？私だよ。私、マーキーだよ。この世で最も強力な魔法使いさ。黙れ。怖い。私はプリンスって言ってね、王子様って言ってな。ローブをかぶった変態じゃない。着た変態じゃない。そう、アーマーを着た人、鎧を着た人がプリンス様に違いない。あとは、白い馬があれば完璧なんだけど。うん、ありがとう。でも、今はやることが、クエストがあるんだ。だからすまないけど。もし私が今走ってショップ行ってアーマーを着て鎧を着てここにまた戻ってきたら結婚してくれるかい？マーキー、時間の無駄だ。とっとと行こう。あなたたち全員プリンスじゃないのね。それに白い馬もない。白い白馬に乗った王子様ってことだよね。そのまんま。あの占い師、私に嘘をついたに違いない。え？報酬なし？気にするな。誰かを助けられたってことが最大の報酬じゃないか。いや、そんなことよりマーキーがボコボコにされた方が面白かった。それでいいんだ。いいけどさ、ヒーリングブラスレット。お、ブラスレットを手に入れたね。これはヒーラー用のスペルか。効果は？あ、5秒ごとにランダムに仲間の誰かが 10HP を回復するという効果のようだ。あ、これ強力だ。主人公に装備するやつだよね。なんやかんやで持っていなかったからね。早速装備してみよう。ブラスレット、これは強力だ。1個上のやつ持ってないな。気になるな。さて、スターをこの前1つ手に入れたはずなんだけど、どうしようかな。これにしようかな。メディテイトの回復速度上昇だよね。これが気になるんだけど、このスペル使用してないから効果よくわからんんだよな。ここに、これ、スーパーヒール、通常のヒールより効果が高いんだけど、消費するマナのコストが高いんだよね。スモールスター、メディアムスター、ビッグスター、スーパースター。1秒ごとに5個のヒーリングスターを飛ばす。こちらは、仲間を固定で20回復させるんだけど、このヒーリングをやっぱり強化していった方がいいかな。マナの消費がさらに少なくなるというやつだね。どうしようかな。なんかあるかな。
6.5 か1秒ごとに発射される。これを取ってもいいんだけど、ヒートゲージが早めに減るようになる。ここら辺ちょっと気になるよね。どうしようかな。1秒間に発射されるスターの数を上昇させるものなんだけど、これね、ただ問題は上昇させるのはさせるでいいんだけど、させたところでマナの最大値自体が低いからちょっと困るんだよね。あんまり消費しちゃっても MP 足りなくなっちゃうから。うん、ここら辺は取っとくとして、あ、これいいね。マーキーのスペシャルアビリティがメディテイトを始めてから1秒後に発動するのではなくて 0.25 秒ごとに後に発動するというものになるようだ。うん、なかなか強力だ。ここら辺の強化もやりたいんだけど、通常に回復する量だよねが強化されるってものだね。私これメディテイト装備してないと発動しないよというものなので、まあここら辺はとりあえず、これ後々変えられるかな、このスキルポイントの再度割り振りできるかどうかちょっと気になってるんだよね。誰だこいつ。あ、白馬に乗った王子か。あの占い師の言っていた洞窟はここに違いない。新しい、ね、他の女の子を助けに行かないと。さあそして城に戻って、ん、何か起きた。あ、助けに行ったけど 時すでに遅しだよね。ここくらいな。あ、こんなところにいたのか彼女。おい、なんだ、何をするつもりだ。俺に触るんじゃないこの変態め。まあ女の子と間違われたのか、ローブ着てるから何かされたというわけではないけど、まあ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 。あ、クラシックダンジョン見えるね。おーっと、トロールが邪魔してるようだ。おーっと、おやおや、これは一体、これはこれは新しい初心者たちがチュートリアルにやってきたようだな。そしてさ、彼ら初心者用のダンジョンを目指してるようだ。フィズカルディフェンスマイナス1。それにこいつら俺たちの仕掛けておいたチェストを開けたようだな。宝箱を開けたようだな。なんてバカなやつなんだ。お前らちゃんと攻撃の仕方知っているのか。アタックを選択して OK を押すんだぞ。まあからかわれてますね。トロールたちに返事をするんじゃないぞみんな。何も言わない。なんで、なんで返事をしちゃいけないんだい。返事をしないなんて最悪じゃないか。よし、ここは返事をしないで。返事をしたらなんかからかわれるってパターンだね、間違いなく。さてでは、ファイト。あ、レベルが5になると、あなたの仲間は新しいスーパームーブを覚えることができる。ヘルスゲージの下にちっちゃいゲージが追加される。このゲージはキャラクターがダメージを負うごとに増加していき、増加していく。ただし、キャラクターが死んでしまうと空になってしまうぞ。あ、満タンになった際にはスペシャルムーブを行うことができる。楽しんでね、とのことだ。ヒーリング。やべえやべえ。こいつらちょっと攻撃力高いな。メディテイトでの回復速度がすごい上昇してるのですごい助かる。すごいしか言ってないかな、俺。語彙力低い。ビクトリー。はいはい。お、これでやっと全員ではないな。ビューティーがちょっと足りないのか。とりあえず、ここをなんとか通れたぞ。クラシカルダンジョンがすぐ下なんだけど、ショップとボックスが向こう側にあるので、ちゃんと通っておこう。どうしてできるだけ戦闘をこなしていきたいっていうのもあるけどね。ヒーリング。
こんなもんか。 OK。 MP がやっぱすぐ切れちゃうね。よし。お、シールドを仲間に発生させるという効果だ。あ、これいいな。 35HP 分のシールドか。これ今のところはつかないけど、おいおい使っていきたいね。かなり強力だ。さて、星が手に入ったら何かパワーアップできるかな。ただ次アップするのに星が2つ必要になってしまったんだよね。メディテイトの効果をやっぱり強化していきたいんだけど、あ、どれを強化するにも一つ使用するんだ。なるほど。ここは無難に取っておくか。このまま取っておこう。リジェネレーションリング。こいつは気になる。イベントリー。リジェネレーションリング。リングみんな一応装備してるんだっけ？ XP リング、リカバリーリング、レッサーディフェンスリング。ディフェンスが上がるやつだよね。彼の取るわけ気はないんだけど、ディフェンス、これか、リジェネレーションリング。1秒ごとに 1.5 の HP を回復するか。タンキーはそのままの方がいいかな。リジェネレーションリング入れようかな。いや、いいや。とりあえずこのままで。リカバリに。勝つたびにか。強いて言えば、じゃあ彼にリジェネレーションを入れて、こんな感じか。ちょっと上げるかどうか微妙な感じだけど。ショップのアイテムちゃんと買えるかな。お金足りない気がするんだよな。インビジブルバックパック。ポーションを3つから5個か。持ち歩けるようになる。あその通り、すべて見えなくなるんだ。ただ金が足りないね、やっぱり。ポーションもっと持ち歩きたいけど、金が足りねえや。クラシカルダンジョンにもう一回戦闘してから入ってしまうか。ファイト。ジェネレート。何やかんやで他のキャラクターたちも一応回復してるんだけど、こいつにやっぱりシールドを発生させるっていうのが一番いいよな。ただ今のところリジェネレーションで自動回復させるだけで最大値付近に貯めていられるので、 HP をあんまり必要ないかな。お金足りねえな。オークンクラフテッドボー、ダメージプラス1にボーナスダメージ。あ、ビューティーの HP が最大1の場合、さらに2ダメージか。でもビューティーが現在装備している武器、強力なやつなんだよね。ブラッディーボー。こちらでいいや。こまめにビューティーを回復させればいいだけだからね。てか、ビューティーっていう名前に違和感がある。クラシカルダンジョン、着いたぞ。てか、ちっちゃ。素晴らしい。とうとうダンジョンに到着した。あ、本当に？これ、めちゃくちゃちっちゃくない？ジミー。お前、ダンジョンの中に入ったことはないのか？一番大きいのは地下のパートなんだ。中に入るのかい？クラシカルダンジョンは呪われてるって聞いたんだけど、この中に入るとみんなおかしくなるらしい。ただの噂だ。そんなことを気にしてはいけない。みんなが言うことを気にして、噂気にしてはいけない。この中に入るのにリスクなんてないさ。どちらにしろ俺たちすでに頭おかしいしな。言っちゃったよ。あ、本当だ。中広い。っていうか、こうやって移動していって、あ、やっぱ戦闘あるんだね。OK。よし、行くぞみんな。最初のダンジョンだ。楽しいね。ネズミにコウモリか。なあ、いいじゃないか。クラシカルダンジョンなんだ。クラシックなダンジョンなんだ。こんなもんさ。まあ、クラシックな、ゲームのクラシックっていう意味ね。ああ、それともう一つ。ああ、初回でダンジョンを最後まで攻略する必要はないからな。もし、俺たちにとってここがあまりにも難しい場合は、たまに宿屋に戻って少し休むのも手だ。左上に出てるボタンを押すことで、マップの左上に出てるボタンを押すことで、いつでもダンジョンから出ることができるかな。いいね。
でもそれゲーム的にどうなの？どうやって説明するの？なんかテレポートアーティファクトみたいな俺たち持ってるってこと？なんかインベントリから使ってるのかな俺たち、ダンジョンから出るのに。メタネタだな。そんなにいろいろ聞くんじゃない？制作者もよくそこら辺は考えずに作ってるに違いない。そんなことを聞いていると機能自体取り消されるぞ。メタだな。大好きだよこういうの。さてバトルだ。さて問題は敵がどれほど強いのかだよな。お、味方がコンフュージョン、混乱状態になってしまった。7秒間仲間を攻撃するようになる。ひどい、ひどいな。ジェネレイト、ヒーリングはこちらをメインで回復したいところ。メディテイト強化してはいるけど、やっぱりできないというかできないな。よし、オッケー、いい感じ。まあ、まだ大丈夫ですね。まだ、まだ。さて、ではその左上に出てるね、マップに出るボタンが。あの骸骨マークなんだ、強い敵なのか？おい、敵が来たぞ。くそ、盗賊が男女の中でも出てくるっていうのか。なぜ俺たちを追いかけてきてるんだ。お前たちはすでに死んでいる。とかなんとか言っていますが。あの地味に自動で1秒ごとに仲間回復するってやつつけたじゃないですか。あれ結構いい感じ、地味に効果がちゃんと発動しているね。魔法使いにつけたやつね。このバイキングのおっちゃん、グランピーを、ババリアのおっちゃんかを HP 低くさせて効果を発動させたいところなんだけど、あんまり HP 低くしたくないんでね、間違えてやっちゃうからな。ドアは閉まっている。まあ、下のドアだよね。でかくね。なあビューティー、俺たちチュートリアルタウンを出てからあんまり話してないよね。君についてもっといろいろ教えてくれよ。ああ女性だと思ってるんだよね確か。君のお母さんはシーフギルドのメンバーだったんだろう、盗賊ギルドの。ひどい話だ。まあまあ、君のお母さんが盗賊ギルドのメンバーだったのは間違いない。彼女は夜空に浮かぶ全ての星々を盗んでしまって、君の目で輝かせているんだから。ちょっと口説いてますね。もういいマーキー。ああ俺は男なんだ。男？それはなんていうか生物学的に。ひどい、こんなところから俺は出ていく。あ、逃げやがったあいつ。嘘だろ。嘘だろあいつ。戦闘前に逃げやがったネタとかじゃなくてマジで逃げやがった。ひどい。まあ倒せりゃいいけど、仲間じゃないや敵。このままなんやかんやでパーティーにいるのかと思ったら逃げやがったあいつ。ひどいな。いやなんかまた仲間に加わるんだろうけどあいつ。ほんとネタばっかこれ。なあマーキー、ゲーム進めていけば女がまた出てくるよ、約束する。タンキー、あいつは正しい選択をしたんだ。どちらにしろ女性はあいつに興味を持たないはずだ。今なんて言った？よし戻ったぞ、お前が間違ってると証明してやる。結局戻ったんかい。ブーム。あ、一瞬で50マナ回復するっていうこと、効果みたいだね。あーでもどうかな、今のところは必要ないかな。あー本が落ちてる。おい見てみろ、本だ。誰かここに落としていったに違いない。これは本じゃないぞこのバカめ、これは日記だ。RPG では、日記は大抵セーブポイントなんだ。
さあ、よく見て、俺がやることを今から見ていろ。こうやってゲームをセーブするんだ。マーキー、なんで顔を赤らめているんだ？ゲームはセーブされたのか？ああ、もちろんセーブされたと思う。この本持っていくよ。ほら、また必要になるかもしれないからな。後々セーブしたくなるかもしれない。冗談だろ？その本ちょっと見せてみろ。嫌だね。これは私のだ。結局。ああ、なるほど。エロ本か。ひどい。なんだって？エロ本だって？ちょっと僕にも見せてくれない？これは大人用のものだ。お前がもうちょっと成長して大人になったら見せてやるよ、ジミー。オッケー。随分とその本のために時間を無駄にしてしまった。とっととここから進んでしまおう。結局持っていきやがった。戦闘結局あるんだ、それでも。結局戦闘はやるんだね。いや、いいけどさ。特に私から言うことはないよ、何も。君のキャラクターの仲間のキャラクターの一人がスーパーゲージがフルになったぞ。スーパームーブを使うんだ。スペシャル技を使うんだ。スペースバーを押すことで発動することができる。メタだな。スーパーアイコンをクリックすることでも発動するよ。スペースバーをここを押そう。お、なんかやってるぞ、仲間が。どういう効果だったんだ、あれ、よくわからんが。何かが発動したのは間違いない。なるほど、スペースバーを押すことで発動するとか。いや、シンプルでなかなかよし。仲間のレベルがどんどん上がっている。さて、これを取ろうか。メディテイト、効果をさらに上昇。また2つ必要なのか。3倍までは攻めてあげたいところだね、回復速度。マナの最大値が結構上昇しているけどね。またか。てか、会話文多いよね、今作。おい、そこのバカども。私たちにグランピーを渡せ。そしたらこのままこのクエストを続けさせてやる。黙れ、ビッグズメル。全員殺すんだ。グランピー？グランピーに一体何の用があるんだ？それはお前には関係ないことだ。誰かがグランピーに興味があるなんて信じられない。何か木を切るとかそういうのに必要だってことかい？グランピーが、まあ、斧を持ってるもんね。黙れ。お前、ただ自分が相手されないからって私に嫉妬しているんだろう。わしに嫉妬してるんだろう。すまない。こいつは本当に好きじゃないが、私たちのパーティーに必要なやつなんだ。ヒーラーだったらお前たちに渡してやってもいい。ひどい。いつも雑に扱われるよね、主人公。グランピーを手伝えるって言うんだったら僕行くよ。そんな役立たずのヒーラーなんていらない。私たちはダメージディーラーしか、ダメージを与えられる職のやつしか欲しくないんだ。ひどい。脳筋か、お前ら。いや、いいけどさ。なんか前回もでもそんな感じの会話あったな。チュートリアルタウンを出るときだったかな。お、ヒーラーはダメージ与えられないから私たちのパーティーにはいらないとかって言われてたね、主人公。本当にかわいそうに。よし。余裕持って勝てるようになってきたよね。やっぱり MP を回復させる効果を取ったっていうのもいい感じかな。アミレットか。キャスティングタイムが25%減少する。お、こいつマーキーに使えばいいか。ま、魔法を使うまでのタイムラグだよね。ダメージもプラス1ついてるし。あれもしかしなくても彼の武器ではない。ああ、武器だ。ファイアーボール、スペシャルアタックオンリー。ファイアーボールを使うときダメージがプラス10になると。どうしようかな。使ってしまおうかな、ウェポン。あ、やっぱそうだね。キャスティングタイムが25%減少する。これにしておこう。常時ダメージ1%、1アップだからな。
グランピー、そろそろ私たちに説明するべきなんじゃないのか。なんであの盗賊たちはお前をそんな執拗に追いかけているんだ。あれは盗賊じゃない。これなんて翻訳すればいいんだろう。悪い奴らのギルドなんだ。そんなギルド名聞いたことないよ。なんか秘密結社的なあれかい。そうだな。その通りだ。その通りだ。あそこに招待されるためには、町でとてもバカな悪いことをすればいいんだ。そしたら招待されると。前はそのギルドに参加していたんだが、何日か前にそのギルドから脱退したんだ。何が起きたんだ？なんでそんなことだったんだ？大したことじゃないんだ。ただ奴らはバーバリアンのジョークがわからなかっただけなんだ。おい、ネズミだ。いいタイミングだ、ネズミたち。これ以上会話したくなかったと。ろくでもないことなのは間違いないよね。ていうか、何そのギルド。絶対ろくでもない理由だよね。先ほど結構余裕持って勝てるとか言っていたら、あ、スーパー溜まってたね。余裕持って勝てるようになったとかって言ってたら結構ダメージを負いましたね。あぶねえあぶねえ。レベル自体は上昇しているんだけどね。さてと、一旦ダンジョンから出る。あ、そうだね。XP とアイテムは所持した状態、今の状態と同じだけど、エントランスからプレイ再開になるよ。それでもいいかいと。一回ここに来て、このバッグたちを各種買っておきたかったんだ。あー、金が足りないか。OK。まだ、買うつもりはないけど、ポーション。おいおいのたびにね。さてさて、ちょっと中途半端なところになってしまったけど、今回はここら辺で終了したいと思う。次回、クラシックダンジョンの方を再度攻略していきたいと思う。次回で多分攻略できるだろう。一回戻ったのは、これを買うためと、もう一つ理由があって、また戦闘が、進んでいくと、固定で発動するというか、固定で発生してしまうのか、ちょっとテストがしたかったんでね。そこら辺、次回でちょっと見てみよう。だから固定で発生しているのか、エンカウント、マップと同じでエンカウントして発動しているのか、ちょっとよくわからなかったんでね。そこら辺をテストのためにちょっと戻ってみた。さあさて、といった感じで今回は終了。また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。いやー、ほんと会話が面白いよね、今作。